ネマン川流域地図1923から1939年のメーメルラントネマンデルタのベンテ岬に立つ東大ネマン川は東ヨーロッパを流れバルト海に注ぐ川である。各国語でネムナス川、ニョーマン川、ニエメン川、メーメル川と呼ばれている。ネマン川はベラルーシに源を発してリトアニアとロシア連邦カリーニングラード州を流れバルト海の一部である。 クルシ海に注いでいる。長さは9 3 7トルで、ヨーロッパで14番目に長く、バルト海沿岸では4番目に長い。うち4 5 9キロメートルはベラルーシ国内、3 5 9キロメートルはリトアニア国内を流れ、1 1 6キロメートルはリトアニアとロシア及びベラルーシとの国境をなしている。深さは最大で5メートル川幅は 最大500メートルである。流速は秒速1から2メートルとゆったりと流れている。流量は洪水時には最大で通常時の11倍の毎秒を6800立方メートルまで増加する。一時支流は105本あり、最大のものはネリス川で100キロメートルより長い支流はスビスラチ川、シェシュペン川など15本ある。ネマン川流域は リトアニアの国土の72%を構成している。ネマン川はクルシカイに注ぐ真水のほとんどを供給しており、クルシカイの寄水庫としての生態系の維持に重要な役割を果たしている。一方、ネマン川のもたらす堆積物によってクルシカイは年々縮小している。流域は古くからリトアニア人の住む土地であった。リトアニア人はネマン川を 父なる川とも呼ぶ。ヨーナスマイローニスの次の死は、リトアニア人であれば誰もが暗唱する、第二の国家とも言える死である。1252年、ドイツ騎士団は、クルシュ海の出口近くの現在のクライペダに、城塞都市を建設し、都市をメーメルブルク、ネマン川をメーメル川と名付けた。リトアニアとの国境は1422年のメルの条約で確定され、 メーメルラント一体はドイツ騎士団領となった。1841年に作曲されたドイツ国家の現在は歌うことが控えられている一番では、メーメル川は統一ドイツの東の国境として歌詞に含まれている。ベルサイユ条約によってメーメルラントはリトアニア領となり、ネマン川下流部の1 1 2トルはリトアニアとドイツ領東プロイセントの国境とされた。 第二次世界大戦後に東プロイセンはソビエト連邦領カリーニングラード州となったがネマンカ下流部は引き続きリトアニアとの国境線となっている流域に位置する大都市としてはベラルーシのフロドナリトアニアのアリートストカウナスロシア連邦カリーニングラード州のソビエツクがあるカウナスの上流には1959年にカウナスダムと発電所が建設された ダム湖の面積は63.5平方キロメートル、長さは93キロメートル、深さは平均22メートルで、リトアニア国内では最大の湖となっている。川口部のネマンデルタでは川が複雑に分岐し、たくさんのポルダーと湿地帯を形成している。デルタ地帯の中にあるルスネ島は、大きさはわずか5平方キロメートルであるがリトアニアで最大の島である。 人口は2500人で15世紀以来の定住の歴史を持つ。ネマンデルタはラムサール条約による国際的な野生生物保護の対象地域となっている。1992年に一体の239.50平方キロメートルの地区がネムナスデルタ地域公園に指定された。ネマンデルタは野鳥の生息地としても知られている。生息する野鳥の種類は200種で、 うち40種はリトアニアの絶滅危惧種に指定されている。またこの地は通過する渡り鳥にとっても重要な休息地である。数百種の渡り鳥がここを通過し、その中にはオジロワシ、カオジロガン、ツル、ハマシギ、ハシボソヨシキリなどの希少種も含まれている。1929年に鳥類の研究施設がベンテミサキに設立され、以降の研究によって、 渡り鳥は遠くイラン、エジプト、南アフリカからも飛来することが明らかになっている。ありがとうございます。